路線番号標識オンタリオ州南部中心の400番台ハイウェイも、トロントの401号線400番台の多くに使用されているパークロインターチェンジ400番台オンタリオハイウェイはカナダオンタリオ州の高速道路網。主にオンタリオ州南部を通っている高規格自動車専用道路でオンタリオ州ハイウェイ網の一部である。アメリカ合衆国の週間高速道路とほぼ同様の 運用となっている400番台の番号が割り当てられている、この高速道路網の標準規格には、最高速度時速100キロや、その他の事故防止設備、交通管理システムがある。400番台ハイウェイ網は、完全にアクセス制限され少なくとも4車線が、設置された高速道路網を基としている。現在トロント近辺の401号線と、クイーンエリザベスウェイなどを中心に、 ネットワークが形成されている。ケベック州高速道路と同様、連邦政府からの財政支援が滞りがちであり、高速道路網全体の整備に時間がかかっている。オンタリオ州は400番台ハイウェイも以前から高速道路の整備を行ってきていた。その中には400番台よりも高規格で、交通量の多い路線もある。400番シリーズは1952年に、 初めて導入された。4が頭につくのは当初4車線道路を意味していたからである。クイーン・エリザベスウェイは400番台の番号が振られていないが400番台ハイウェイ網の主要路線とされている。実際には区はオンタリオ州発の高速道路であり、オンタリオ州交通省では内部用としてハイウェイ451号線として番号を割り当てている。 番号の割り当て方は、次の2種類がある。400から409までは、番号順に順次割り当てた。最初の3路線は405号線、401号線、402号線であった。その後403号線から409号線までが割り当てられた。408号線は計画されているが、着工すらされていない。407号線は1960年代に、 計画され用地買収もされたが、1987年に初めて着工され、現在は有料高速道路として供用されている。その後1970年代以降は、従来のハイウェイの高規格化に400番台が割り当てられるようになった。427号線は27号線のバイパス、または高規格化路線であり、416号線と417号線は、 それぞれ16号線と17号線の高規格化路線である。また4 1 5号線と420線はそれぞれ1 5号線と20号線のバイパス路線である。400番台ハイウェイは現在15路線が共用中。オンタリオ州北部への延伸計画もある。ありがとうございます。